酒井さんですか。あ、そうです。あ、すいません。あ、ごめん。もう始まってるかじゃ。あ、いいですか。あ、いや、まあ、別に大丈夫ですけど。今回の動画は、東京都港区の不動産会社、株式会社パトリさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。リサーチャーさんっていう人が、はあ、あのいまして、ガイロクチャンネル。いろんな人ちょっと取材する上で探したりとかするんですけど、はあ、占いなんてインチキだってことをなんか暴露してる、ツイッターをやってる元占い師がいるんですよ、みたいな。あ、元じゃなくなっちゃいましたね、今。あ、今また占い師始めたんですか。始めたっていうか、始めざるを得なくなったというか、ほうほう、ちょうど10年ぐらい前ですかね、2013年とかそのあたりの細木和子さんブームの頃に、ほうほう、占いってなんだろうってなっちゃって、ほうほうほう、でまああちこち取材して歩いたんですよ。ほうほう、改めてアンチの目線でちょっといろいろ探求していくうちに、なんか占いって溢れすぎてるよねって思う人が世間にいろいろいたみたいで、ほうほう、でまあその占い評論をやる前が占い師の弟子を8年間ぐらいやってたんです。結構大御所の占い師の弟子を。でそれプラス批判をしてた10年の間に、逆に酒井さんに占いを教えてほしいとか見てほしいっていう人が増えちゃって、へー、そう、嫌い嫌いって言い過ぎてたら、うん、逆に仕事来たとか、逆になんかあのそんな酒井さんに鑑定してほしいとか言われるようになって、ほうほう、それで24歳の時に占い師の弟子になってるんですよ。ほうほう、で占い師の弟子になって、でそこから約8年間、はいはい、いろいろ占い活動をやったり、あとマガジンハウスさんのアンナンとか、はいはい、あの辺の占いライターとかもやってたんですよ。はいはい、うん、このラッキーアイテムこれだよみたいな。あ、そう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 、もう地獄ですよ、あの原稿書くの。そうなんだ。もうだってラッキードリンクとか書くんですよ。そう、ねえよって話すの。ないドリンクなんてそんな12個あげるのも難しいやんみたいな。だからもうしょうがない、わかめ汁、なめこ汁、豆腐汁とかもう引っ張るしかないもん。それもドリンクなんですね。まあ、一応 おかずになるようなもの、おかずっていうか、まあ、汁物もドリンクっていうか。そうで、あとあのコーラって言ったらコーラフロートとかペプシとか、もう最後は何でもいいよみたいな。それであの正直ね、あの、まあ、占いライターをやってたんです、その20代30代の頭ぐらい。占いブームってやっぱり光と影があって、ああいうブームの裏で噂ではね、その墓石とかを売り買いをするみたいな、石になんか30万とか40万とか値段つけて、で占いにかっこつけて売るっていう人たちもいるんですけど、それを霊感商法だってなじるサイドもいるんですけどね、本人がいいと思って買う以上、後でクレームになった時に返すとかね、あの それはクーリングオフできるとかはあっていいと思うんですけど。なるほどね。うん、それでまあ占いブームの時に占いライターをずっとやってたんですけど、はい、存在意義が分かんないっていうか、やりながらね、そう誰が読んでんのこれみたいな。あ、でこれあの人のためになってるのかなってことですか。あ、そうだってラッキー味噌汁とかそれも適当に考えるんですか。それがね、デタラメって言わない占い師もすごくいっぱいいます。へえ、坂井さんからするとデタラメなんですか。私からするとデタラメじゃねえって思うんだけど。なるほどね。あのただね、あの占い師側のご意見としては、例えば、まあ、ラッキー味噌汁とかラッキードリンクとか、はあはあ、ラッキーフードとかあり、まあ、やるじゃないですか、はあはあ、そしたらね、まあ、一応出すは出すんですよ。例えば水亀座って念じて、はあ、水亀座の運勢って念じてピッて引くんだと、はあはあ、でそうするとカードの模様がキノコっぽいよねとか、ほうほう、こっちの方角ってなんか色が茶色って意味だよね、じゃあ茶色だからキノコだよねみたいな。だそれを彼らはあのロジックですって言ってるわけですよ。なるほどね。でもそれって私からすると口から出まかせなんちゃうっていう。なるほどね。そうだから、でも占い師側はそれ認めないですよ絶対。はあはあ、いや占ってちゃんとあのやってますと。はあはあ、でもどうっていう。でも一応自分も似たようなことをやってて、そうかやりながらイライラしてたんですか。やりながらもうイライラなんてもんじゃなくて、はあ、それでもう認めないんですよ、ドイツもこいつも。
あ、売らないってないこと。あ、そうそう、だから業界にいるから、あの他の同業者の人に、そうやって書いてるよねみんなって言っても認めないんですよあいつら。もうしょうがないか、ちょうど上優さんとかがそのほらあの光の輪とかね、ほうほう、やってガチャガチャやってた時代だったんで、上優さんに喧嘩欲しいしだからもう。でオウムも占いとかで信者獲得とかしてましたから。あ、そうなんですね。めちゃめちゃしてましたから。へー。教団の末期のくらい頃に、はい、あの占い帳っていうのがなんか存在していたらしいんです。へー。それであの朝原昌光さん自体がもともとなんか鍼灸師っていうか、はい、安魔師みたいなとこから始まってるらしいんですけど、はい、占星術でハルマゲドンが いつ来るのかってもうワクワクでみんな待ってたみたいなんですけど。あー、でもそのハルマゲドンを信じてたみたいなことなんかインタビューで言ってましたね。あ、そうそう、みんなが本気で信じてたみたいな。あ、そう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 。で当時のね90年代とかって占星術っていうのが一つのなんかパワーワードだったんですよ。あ、なるほどね。うん、なんかマニアには本当たまらないっていうか、はあはあ、占星術っていうのはなんか科学と魔術の間をこう横たわっている存在みたいな神秘性があるように思われていたので、はあはあ、当時はね30か31とかそのぐらい。え、剣があるってどうやって剣があったんですか。私に仕事を振ってくれてた、はあ、あのその女性誌 のライターさんがいて、はあ、でその人をちょっと呼び出したんですね。 M さんって、まあ、イニシャルでおっしゃるんですけど、はあはあ、で私もともと作家志望だったから、はあはあ、占いライターになることによって作家デビューできるんじゃないかみたいにちょっと淡い期待もあったんですよ。あ、なるほどね。そう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 、だからこう実績を積んでみたいな。なるほどね。私なんかでもこれ本当に書きたいんやつじゃないんだよねって。で相談したら、我々編集部でも占いってどうかっていうのはみんな思ってるって言うんですよ。あ、まあね。だったらなんかそもそもこれって何なんですかって世の中に問いてえわってなっちゃって、それでもう全部そっちの雑誌の仕事は辞めて、ほうほう、で占い師もずっとやってましたけど、2、3000人も鑑定してたんですよ。毎日毎日電話鑑定とかやってました。ほうほう。で、まあ、でももう全部もう辞めようと。それでもう足洗って真人間になって、ほうほう、上優さんのところに、まあ、突撃取材をして、ほうほう、で占い批判本を自主制作で出した。ね、うん、でついでに小説も書いちゃったんですよ。だけどほら、あの全然作家デビューしてるわけでもないし、まあね、書くのが好きっていうだけの人だから、まあね、そうそうそう、名前も全然知られてないし、今でもまあ知られてないんですけど、自費出版でもいいからとりあえずその占いに対する責任の怒りの小説を出したいってなって、で250万頑張って作って、で幻冬舎さんであの自費出版させてもらったんですよ。ほうほう。でもともとその占いライターだった時に、はい、占いライターって偉そうなんですよ。そうなんだ。何なんですかねあいつら。知らない、会ったことないか。そうなんですか。だから でも書いてるのは南の方向はもともと黒色で、黒色だから椎茸みたいなことを書いてる連中のくせに偉そうなんですよ。なんか経済学者ですとかいう先生があの本出してどうやってるんだったらなんかまだわかるんですよ。ところがなんかあの黒椎茸、椎茸チンコみたいな連想ゲームしかやってないようなね、あの人がすごいなんか作家面するわけですよ。なんか、あ、なるほどね。そう、出版社に対する怒りと占いに対する怒りと、そのメディアの占いの扱い方に対する怒りとがもうこんなになっちゃって。でも大御所占いライターとかいるんですか。あ、います、います、もう全然いますよ。ギャラ数万円、数十万円払うみたいなのもあると思う。あ、もう全然あります。もうその当時は女性雑誌のね、占い原稿1本特集で10ページぐらい やらせてもらうと15万か20万円ぐらいもらえたの。めちゃめちゃ高いですね。そうそう、その当時いいギャラですね。占いって散々8年間勉強はしたんだけど、はい、もうそもそも分かんない、何これってなって。へー。で上優さん一応そういうほらあのヨガとか、はい、あの占星術とかもすごい詳しいんで、はい、それで聞いてみたら、あの実はメンタルトレーニングシステムなんだと。はー、なるほどね。うん、要するには信じ込むもんじゃなくって、信じなくさせるためにやるものなんだと。ほうほうほう。うん、占いのくだらなさみたいなのが骨身に染みた時に初めてなんかこう平気になるみたいな。
それを聞いて納得したんですか。でそれを聞いて、あ、なるほど、じゃあ私が今までその怒りを抱えて何なんだろうって考えてたプロセスそのものが占いのその学びの織り込み済みみたいな感じですよね。なるほどね。うん。そっか。うん。え、で、うん、もう結局辞めてるじゃないですか。はい。で、辞めた後、はい、一般の仕事しながら生計立ってたってことなんですか。あ、そうです、そうです、そうです。介護福祉士になりましたね。あ、じゃあ本当にもう、あの、まっとうな仕事というか、そう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 、あの、労働によって対価を得て。そう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 、もう二度とこんなもんやるかと思って。で、それを、うん、それ実施出版とかしてたら、うん、逆に占ってほしいみたいなこと言われた、うん、言われてやってるんですか。そうそうそう。それで実はですね、オリジナル占いをその女性雑誌の占いライターをやってた時に編み出してるんです、1本で。もともとその24歳の時に占い師の門馬寛明っていう、まあ、占い師の人がいるんですけど、その先生の弟子をやったんですが、動機っていうのはヤクザになるようなつもりで言ってるの私。なんで、うん、だってあんな占いで、だってあの黒いから椎茸みたいなことってヤクザにしか見えないじゃないですか。そんな、それであの5万ですとかつって、いや、まあ、やってることヤーさんと何が違うわけって。でもすごいですね、そんなこと思いながら、うん、もう最初から占いの業界に入ってたんです。あ、そう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 、だからあのでグレてたから、あ、どうしようかな。じゃあ最初から頭から聞いてくるかな。あ、僕が最初聞きたかったのは、介護福祉士から何年やって今に至るんですか。今もやってるんですか。ついこの間まで頑張ってやってましたよ。あ、で今は、うん、で今はもう占い一本になっちゃってる。また占いやってるんですね。占いっていうか占い講師。へー。それなら介護福祉士辞めても、うん、それで生活できるぐらいの給料はもらえるの。そう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 、なんだかんだまあ OL さんよぐらいはね、みたいな。うん。大体いつもひたすら頭から、うん、あの生まれてから今に至るまで聞いてるんですけど、はい、出身はどこ。出身は静岡県の下田市です。あ、でどんな家庭に生まれるんですか。うん、割と母親がそのオカルト大好きっ子っていうか。ああ、ほうほう、そうどういうオカルト好きなんですか。あの、なんですか、おばあちゃんの時代から創価学会なんですよ、うち。ほうほうほう。それであの日華っていう名前なんですけど、本名なんですけど、日華っていう名前をどうもね、その創価学会か日蓮宗かなんかあの辺の人がつけたみたいで。なるほどね。父親はあの中大での中大法学部を出ている。ほうほう。っていうのが、まあ、彼の中で自慢だった人で。あ、まあ、でもエリートですね、中大法学部なんて。そう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 。で、母ちゃんは中卒なんですよ。で、中学も六すっぽ行ってないような感じの人なんです。で、親父がまあ嫌いなんですよ、宗教とか。あ、はいはいはい。うん。で、また親父が暴力親父なんですね。あ、はいはいはい。うん。だから私もあの結構青たんできるまで殴られたりとか。あ、激しい DV 親父だったんですか。あ、そうそう。そうそう、あっちこっちの霊能者とかに母ちゃんが相談に行くわけですよ、占い師とか。とにかくそういう神事がすごい好きなんです、なんか不思議なものが、うんうんうん、でそういうところに行って、あの親父の相談をすると、うん、まあそういう巫女さんとか霊能者とかがなんか親父に悪霊がついてるとかほら言うわけですよ、うん、でそうするとまた母ちゃん信じ込んじゃって、うん、親父の殴り封じのお札とかをへあの廊下に貼ったりとかすると親父がまた激怒するんですよ。逆に死に油注ぐじゃないけど、母親がそれで、まあ、15歳の時に亡くなってるんですね。亡くなるんですか。亡くなるんです。何で。突然死ですね、なんか。え、それはなんか例えば蜘蛛膜下出血になっちゃいましたとか。あ、そう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 、なんか脳出血系なんですけど、うちの父親が働かない男なんですよ。でうちの父親っていうのは本当もう自意識過剰な、なんかあの吟遊詩人みたいな男で、ミュージシャンだったんですよ、うちの父親は。法学部に行きながら。だからよくわかんない。そう、それで、で親父も結局死ぬんですよ、3年か4年後に。へえ、15でお母さん死んで、じゃあ18でお父さん死んで。あ、そう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 、それで18でホームレスになっちゃった。高校3年生。あ、そう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 、高校3年生卒業して間もなくですね、父親が亡くなったのに。お父さん何だったんですか。いや、親父も脳血管系です。へえ、うん。父親は、まあ、私高校3年生の時に家出したんですよ、うん、だから母ちゃん亡くなってからもうポカスカードが収まらないから。あ、それがあの、うん、日華さんの方に向いたんですか、暴力。そう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 、で兄貴がいたんですけど行方不明になっちゃったの。
うおそれで私だけがあの親父と一緒に暮らしてて、母親が亡くなった時に親戚のおばさんに言われたのが、実は あんたの母ちゃんは親父を食わしてたんだと。父親はまあとりあえずバンドマン、うん、伊豆なので、うん、当時はまだカラオケとかがなかったから、へえ、うん、流しみたいな、あのバンドの要請があるんですよね、観光ホテルとかでお客が歌うのにカラオケ代わりに、はいはい、バンカラってやつ、そう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 、バンドカラオケみたいな感じで演奏すると、はあはあ、でそのバンドマスターっていうのをうちの父親がやってたの、はあはあ、で母親は何をやってたのかって、母親はもうゴリゴリの芸者なんですよ。え、あ、芸者芸者芸者、温泉芸者ですよね、なんかね、ほうほうほう、あのコンパニオンに近いみたいな、ほうほうほう、うん、親父が昭和なんか3年か4年か辰年なんですけど、母親も辰年で12歳離れてるんです、ほうほう、でそうすると、まあ、母ちゃん芸者じゃないですか、親父は親父になんかそのな何がしかを疑うってそれそのまた、あ、まあ別に他に男がいるんじゃないかって気持ちには常に、ね、あるんですよね。それでまたそれで殴って、うん、それでそれをどうにかするためにまたあの母ちゃんが霊能者とか行くとまたそれで殴ってっていう、負のループ本当に。それでもう物心ついた時にはその自宅にあの親父は親父で自分のバンドのよくわかんない若造とかを住まわせるわけですよ。それで母ちゃんは母ちゃんで自分の置き屋の若い芸者さんたちを住まわせるじゃないですか。子供心にね、覚えてるのが、あの、一緒に住んでた、よく知らないお姉さんが、こう、畳をね、こうやってなんか親指でこう、ここにも虫、ここにも虫みたいな感じで、こう、虫を潰すような仕草、はあ。何をやってんだろうって思ってたんですけど、お薬関係をね。ああ、幻覚が見えてるんですか？そうそうそう。だから、そういう感じのことが、こう、極まっちゃったような方を、家ではやってないけど、何もう、やりすぎちゃって、もう、中毒みたいになっちゃうと、やってなくてもそういう症状が。ああ、うん、だからもう、まだ治ってない状況の人と一緒に住んでたりとかする、うん、そうそうそう、それでお母さん、うちの母ちゃんがかわいそうだと思っちゃったみたいで、その、しゃぶちゃなちょっと人を助けてあげようみたいな感じで、そうそうそう、助けてあげようって言って、でじゃあうちで芸者で働きなって、お座敷でアルバイトすればお金もらえるよみたいな感じで住まわしてあげる、すごい。でもじゃあ若い男女がいたらそこでそれこそ恋になったりしないですか？なることもあるんでしょうね。なんかそういうようなニュアンスの雰囲気を感じ取ったようなこともあったりしますよ。なんかやってるってことですか？何なんだろう、このなんか謎のこの蛇みたいなのみたいな、水風船みたいな、ああそれで、もうで水風船だと思うからこう水道でこうやって水でこうやってジャーってやってたら親父に ものすごく殴られたりとか、それ誰のゴムだったんですか？どうか親父のなのか、その弟子のなのか、わかんない。それであの入れ替わり立ち替わりだから、うん、だからなんかよくわかんないような、すごい家ですね。すごい家でしたよ。でもお母さん結局、うん、亡くなる前、うん、直前ぐらいは、うん、創価学会に傾倒してたんですか？ね、もうその頃には祖母の方がどちらかというと創価学会に傾倒してて、母親はまあ祖母のこう惰性で多分行ってて、でうちがね、厄介なことに隣の家が支部なんですよ、学会さんの。すごく進行しやすい環境ですね。進行しやすい環境なんですけど、親父は親父でそういうことするともうすごい、もう線香なんかもう立てた日にはもうボコ殴りですからね。じゃあもうそうか、絶対に宗教にはまりたくない親父 VS、 その宗教にすがりしかないお母さんっていう。そう、それで結局私はハイブリッドなんですよ。だからまあどっちかというとオカルト寄りな気がしますけど、ね、あ、そうそう、もうゴキゴキオカルトですよ。でそれでどうやって働くんですか？いや、だからホームレスなんで、最初ね、あのその親戚のおばさんのところにちょっとご厄介になってるんですよ。おばさんがここにいていいよっつって。あ、よかったっすね、そういう親戚がいてね。いや、でもやっぱりね、ちょっと拗ねちゃうんですよね。同世代ぐらいの娘たちがいるんです、そこの家って。あ、まあ、ちょっと、うん、居づらいっすよね。そうそうそう、そうすると彼女たちがちょっと羨ましくなっちゃうっていうか。親いてね。そう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 、母親が死んだ時に借金だらけで、
親父が全部自宅とかも売っ払っちゃったんで、あの家すらないわけでしょ、うんうん、で親父が亡くなった時に葬式とかどうするみたいな、 で、 兄貴でちょうど兄貴が偶然見つかったんで、行方不明のね、そう行方不明ので、あの私高校3年生の時に家出してるんですけど、家出して葛西のパチンコ屋で住み込みで働いてたんですよ。でそして半年ぐらいぶりに電話かけたら親父が出たんですけど、電話にろれつが回ってなかったんですよ。何があったんと思って、で慌ててとりあえず家に帰ったらもうゴミ屋敷になってて、で親父ももうなんかあの謎の紙をおむつみたいなのを置いてあって、何があったんですか。いやだからそれでもうすぐ慌ててもう親戚のおじさんとかに電話かけてすぐ来てくれたんですけど、じゃあこれもう明らかにおかしいからちょっと病院連れてこうって言ったらもう重度の脳梗塞で、兄がとりあえず慌てて帰ってきてくれて、でしばらくで親父をどっか専門病院に入院させるかみたいなことを親戚のおじさんと話してた矢先に親父が死んじゃったの。で兄貴と おじさんたちとうち中もう引っかき回して金目のものかき集めたら、まあ、なんとか50万円ぐらいあったんですよ。でお葬式20万円ぐらいで出して、しかも お坊さん呼べないんですよ。あ、金的に。そうそうそう、20万じゃね、20万しかないから、うん、お坊さん呼べないからしょうがないから、あの親戚一同でみんなで、あのみんなで読むっていうなお経をね、お経を木魚がねえかカスタネットでいいかみたいな。で一花さん自体はそこから何して働くんですか。それで結局伊豆の下田にいてももう友達とかももうねうまくやっていけないし、で兄貴は兄貴でもう恋人がいて東京とか川崎あたりでアルバイトしたりしてたから、ここにいたってしょうがないしとりあえず東京行くかっていうことで、まあこっちの方に出てきて4万円しかなかった所持金が。でとりあえず新宿の歌舞伎町に着いて、でもう何でもいいからとりあえず金になるようなことをしようと思って、でキャバクラで働き始めるんですよ。でもほらこの通りの風景だから、どちらかっていうとあのかませ犬ホステスですよね。どういうこと、かませ犬ホステスってのはどういう役割があるんですか。売れっ子のねお綺麗系なお姉さんがいて、でヘルプっつうのがいるんですよ。ヘルプなんですけど、男がほら姉ちゃんと天外デートとか行くじゃないですか。でやらせるわけにいかないですよ、店側としては。やらせちゃうともう来なくなっちゃうから、姉ちゃんとそのおっさんがホテルに行かないように妨害する係。あ、じゃあ同伴についてくみたいな。そう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 、そうお酒いただきますとかつって今から寿司屋行かないみたいな話を客と姉ちゃんがするじゃないですか。そうすると聞きつけて、あの私もいいかしらみたいな感じで、あの強引についていって、そうか、でもそれはもう仕事としてやってるんですね。そう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 、食いしん坊で行ったわけじゃなくて。そうそう、まあ食いしん坊もあったけど社長命令だから。それでそういうのをやってるうちに、なんか日華って将来何の仕事をしたらいいのみたいな、まあ、悩むわけでしょ。まあね、もう保証人もいないし、まあね、アパートも借り入れないから、まあまあ、キャバクラの寮で、ね、寝泊まりして、でそんな時に私何やりたいんだろうって思ったら、やっぱりなんかこう物を書きたいみたいなね。あ、そこで書く方に。そう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 、はあ、なるほど。そうそう、それで新宿のキャバクラだったんで面白いお客さんが結構来るんですよ。雑誌系の仕事やってますとか、テレビ関係ですみたいな、そういう仕事ってなんかちょっと憧れるっていうかね、ちょっと、まあ、面白そうですね。そうそうそう、ちょっと楽しそうみたいな。で占いライターみたいなことをやってる おじさんがいたんですよ。そんな仕事があるんだと思ってやってみたいみたいなこと言ったら、え、やれんじゃんみたいなこと言われて、どうやってなるんだろうって思った時に、まあ弟子入りすればなんかそういうルートが開けるのかなみたいな。弟子入りするんですか。そうそうそう、それで弟子入りするんですよ。24歳でキャバクラで働きながらそういうところに弟子入りして。でそれでライターデビューはもうその24からですか。いや、やっぱさすがにいきなりはできないから、先生のところに入門して4年間ぐらいです。4年もやったんですか。じゃあ、そう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 、アシスタントっていうか、とりあえず勉強をさせてもらうっていう。へえ、うん、28で占いライターデビュー。そうですね、そのぐらいでね。そうなんだ。いや、僕聞いたことあるのは、占いの館みたいな、なんか、なんか何人もいっぱい溜まってるとかあるじゃないですか。はいはいはい、ああいうところ、はい、
働いてみたいんですけどって言ったら翌日にデビューしたことあるっていう人会ったことあって、あ、そういうところもまだありますね。確かに占いに資格もクソもないじゃないですか。でも逆に日川さんの場合ちゃんと4年浸すんだんすね。そうだから正直私の先生が立派な人だったんです。へ、学者肌の先生だったからちゃんとしたことを教えてくれたっていう。その学者肌って何なんですか。その占いっていうのを、その学術的にやるって可能なんですか。可能っていうかね、まあ、結局占星術なんかだと太陽系を模式図にして占ってるから、はあ、太陽系の構造とかも一応知らないといけないし、科学というか、学問と混ぜないと、信用度がないってことですか。そう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 、東の方角がこうなって、なんか金星が西に輝いてみたいなことを言っとけば、まああとはなんかまあ適当に取ってつけたのでも OK みたいな。なるほどね。へえ、そういうことか。でもそれをちょっと臨時期に4年学んだんですね。もう4年どころじゃない、最終的に8年間いるんですけど、そこに。その修行で何がパワーアップしたんですか。何もパワーアップしてないですよ。何もないじゃん。なんか知識が増えたとかないか。なんとか先生術については詳しくやってるか、あ、そう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 。それで一つショックだった、そう、先生のところに入門してショックだったのが、はい、私はその占い師って、まああのヤーさんだと、お金が欲しいじゃないですか、ホームレスだから、はあ、で手っ取り早く金になるためには、ホームレスはでももうキャバクラやってやめてるんじゃないですか。あ、キャバクラやって50万とか60万ぐらい、キャバクラで半年ぐらいで根性で貯めて、そこから上り戸に住むんですけど、結局また金がなくなると追い出されるんですよ。ああ、なるほどね、うん、じゃあその家追い出されたりとかゲットしたりとかって繰り返してたんですね、うん、あ、そう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 、それでテレクラで寝泊まりしたりとか。へえ、当時はね、テレクラが結構あのホームレス女子のたまり場だったの。へえ、だから今の満喫が昔のテレクラだったんですか、うん、そう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 、とりあえずテレクラで行くと、とりあえずお客さんの相手をしながら日銭を稼いで、適当に喋るんですか。そうですね、適当に喋るんです。エッチできそうな雰囲気出すってこと。あ、もうもちろんもちろん。何で喋るんですか。いや、だから とりあえずウィーンってかかってくるじゃないですか。それで、ね、SM ダイヤルですとか、あの熟女ダイヤルですみたいなガイダンスが最初に流れて、あ、だこの人は熟女系を求めてるよ。そう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 、あ、この人熟女ダイヤルにかけてんだっていう設定が分かるから。じゃあ SM だったら私は M ですみたいな。あ、そう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 、こういうところ攻められたですみたいな。あ、そう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 、あそこを掃除機で吸った音を聞かせてくれとか言われるんですけど、あそこの音を聞かせてくれってな、あのプリンとかヨーグルトをこうやってクチュクチュこうやって手でこうやってやればいいんだけど、なんかそんなことがありますね。そうそうそう、でそういうことをやりながらの占い師の弟子もやってたっていう。最後の方になってくると、もうあのテレクラで働きながら占いダイヤルもやってましたから、電話で稼ぐみたいな。あ、そうそう、だからこっちでテレクラがこう闇曲がるじゃないですか、はい、闇が曲がるとこっちで占いダイヤルをやるんです。え、それなんで両方できるんですか。あの電話2本聞いて、こっちはこっちで撮る、こっちはこっちで。テレクラ用の、うん、携帯ですか。いや、当時はまだ一般電話ですよ。ああ、じゃあ電話回線2個引いて。そうそう、ダイヤル Q2 っていうのがあったんです、その当時。それで時々間違えるんですよ。それで間違えて、で、このオス豚とかつったら、あ、タロット占いの人だったこと思う。みたいな。あ、すいません、オス豚って何より、タワーのカードがみたいな、よくわからなくなるっていう。しかもそれも自分の中だったらインチだなと思ったらやってる、占いやってるやってるやってる。ところがなんかみんな真面目なんですよね。私は信じてくれるってこと。タロットカードとかも、はあ、私なんかの目線では、まあ、こんな口から寝ませろっていうね、まあね、はあ、だけど結構やってる人はなんか謎のスプレーで浄化してなんかヒーリングの音を出してみたいな、はい、それでこう綺麗なドレス着てすごいキラキラな目でやってるっていう、ね、うん、ちなみに全部の占い師の人がインチキだとは言わないですけども、うん、真面目に占いしてる人たちっていうのは、うん、占えてるっていうことをまっすぐ信じてる人もいるんですか。大半信じてっちゃうんですかね。お客さんはお客さんで、あの悩みが整理できればいいんですよ、要は。あ、まあ、話してね。そうそうそう、話してすっきりするっていうだけでも、まあ、お客さんは満足することもあるんで、そしたらまあ別に占いなんてこんなの話を引き出す小道具でねっていう。なるほどね。そうそうそう。実際にその占いとテレクラやってたじゃないですか。はいはい。そういうテレクラ方面でお金稼いだことはないんですか。いや、テレクラより占いの方がだって給料いいんだもん。
そっか、デレクラは実際にこの体を酷使することなかったんですか、相手するみたいな。あの相手はしないけど音響監督ですよね。あ、だからそうあそこの音を聞かせてくれとかって言ったら、あのプリンもプッチンプリンなのか、それともあの明治のプリンの方がいいのかみたいな微妙な音の差があるんですよ。あ、もうちょっと湿り気が多い方が良さそうですもんね。そうびっくりするようなこと言うんですよね。今掃除機持ってるって聞かれて、で、掃除機、あることあるけどって言うと、その掃除機を今ブイーンって動かしてみてくれって、まあ、言われるんですよ。自宅のその掃除機なんてそんな大した掃除機じゃないので、うん、音感があんまり彼の望む 音が出ない、であそこの中に入れてくれみたいな、まあ、言われるんですよ。それは、入れたふりをして、そうだから音響監督だからあそこに掃除機を入れてスイッチで吸い出した時のリアクションの声は分かんないでしょ。私の演技性にかかってるから、やったことないから どのレベルの声なんだろうっていうのが、あ、でそれ試しで抑えめにしたり、ちょっと大げさにあえてみたいな、大げさにわーとかって。え、それいくらもらえるんですか。いや、それでね、時給2900円ぐらい。あ、まあ、いいはいいですかね。いいはいいけど、占いはでももっと上回ってて、占いだったら3500円ぐらいくる。あ、ちょっと高いですね。1000円近く高いから、それはそっちの方が。そうなんです。実際その占い業界に行ったけど、占いインチキだったって言い始めて、気まずくなったりしなかったですか。気まずいですよ。めちゃめちゃ気まずいなんてもんじゃないですよ。酒井日華イコール悪魔の権限みたいな感じですよ。そうなんだ。8年間もいいすごい師匠のところに使えた人が逆にいきなり占いで嘘っぱちだって言い出したら、あ、そうそれでしかも今その占い講師っていうか占いを教える仕事をやってるんですけど、謎に生徒さんが来ちゃうから、それよく成立しますね。その占いを教えるっていうのは、それに占いを習いたいってどういう人なんですか。あと結局ね、その文学とか暦学とか数学になってくるんですよ。ホロスコープってそもそもどういう感じで書き表してるのかとか、どういうその数式で成り立ってるのかみたいなことを教えてくれって言われるんですよ。あ、でそれはやっぱ8年間勉強してたから教えれるってことですか。教えれるんです。それは私の師匠が立派に仕込んでくれた知識のおかげでできるんですけど。なるほどね。師匠は怒ってないんですか、そんなことに対して。いや、それがね、なく、私がそこを飛び出してから2年か3年もしないうちに亡くなられてたっていうのをつい最近知りました。もう高齢だったんですよ、私が入門した時はすでに。あ、そうなんだ。そう、それでもう最後の方の最晩年ぐらいの弟子だったんですけど、大学並みのことは教えてもらいました、その8年間で。へえ、ものすごい知識みたいなものは、教えてもらって、それがめぐるめぐって今役に立ってるってこと。そうなんですよ。そう、だから先生のおかげで食えてるって、ようやくっていう。ああ、すごいな。今じゃあ、デタラメだって言いながらも、人のことも占ったりするんですか。あ、やってます、やってます。それはどんな気持ちで占ってるんですか。相談に乗ってあげようっていう、マインド。これがね、本当難しいんですけど、ちょっとね、化学法則のところもあるっちゃあるんですよ。9割型作り話なんですけど、1割ぐらいちょっと化学法則のところがあって、私がその超次元占星術っていう新しい星占いをまあ編み出したんですけど、うちのお師匠さんの教えを私が再編集したものなんですけど、でそれでやって宝くじが取れましたとか、交通事故の日にちまで当たりましたとかっていう報告もあったりするんですよ。アメリカとかそのヨーロッパとかインドとかでは結構占星術って科学の一ジャンルだみたいな感じで真面目に研究してる人もいて。そうなんですよ。なんか星の影響はあるんじゃないかっていうね。でもやっぱり占いはね、近寄るべきじゃないと思ってますよ。でも話を聞いてもらったりとか、悩みを相談したいっていう人にとっては、いいストレスの吐け口ちゃって口ね、あ、そうで結構ね、深刻な相談とかもあったりするんで、若いお姉ちゃんとかが謎の薬を勧めてくる彼氏とか、なるほどね、彼氏だと思って
ってるけど大人の目線でそれってどうなのっていうのが分かんなくてやめた方がいいんじゃないとかで普通にシンプルに、うん、ただの大人としての相談を、あ、そう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 、知り合いにはできないようなものを、うんうん、全く私のこと知らない大人だから逆に話せるみたいな、あ、そうそうそう、だからあの生活保護みたいな人を行政につなげるみたいなこともやったりしますよ、うん、それで言うと、うん、真っ当にいい方に導いてあげる分にはいいけど、うんうん、それを利用して洗脳する人がいるってことですか？そう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 、中には悪いやつがいるから、で実際あのお客さんのお姉ちゃんを食っちゃう男占い師とかすごい多いです。ああ、そっか、好きになっちゃうような喋り方をすれば、うん、いけちゃいますもんね。いけちゃう、いけちゃう、いけちゃう。それであの今からチャクラを注入するから目を閉じてみたいなことを言って筋骨突っ込むみたいなこと、事件も2回ぐらい聞いたことあるから。そうなんだ。ホースで君にパワーを注入するからみたいな、ホースを思い浮かべてくださいみたいな感じで、ホースという名のチンコを突っ込むっていう。ああ、でもそれ占いついでにフェラチオさせる。あ、そう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 。へえ。それで、あの、酒井先生どう思うって言って私のところに相談が来るんですよ、占い批判家がいないから。そうそう、酒井先生は占い批判をしてるから、そんな占い師にあのチンチン口に入れられちゃってって言って、あの相談が来る。すごい、でも面白い商売ですね。占い、ちょっと怪しいなって占いをこんな、うん、まあ、別に占い批判家に聞かなくても分かるようなことだろうと思うけど、うんうんうん、やっぱ好きになっちゃってるから、うん、あの冷静な判断できなくなっちゃってるってことですよね。あ、そう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 、だってあの彼氏に入れ墨強要されたとか、へえ、うん、彼氏が男、あ、家に転がり込んじゃって、で電気代も水道代も払わない、食費も私が出してるけどこれは愛なんでしょうかみたいな。洗脳とかマインドコントロールっていうとめちゃくちゃ大げさだけど、うん、そういうのを正しく導いてあげるってことで言うと必要なのかもしれない、ね、あ、そう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 。で結局ほら東京とかはね、大都市でフラフラしてる女の子の中にはかつてのニチカちゃんみたいに親も頼れねえわ、あの帰るところもねえわみたいな人もいるから、お母さん代わりで相談ができるみたいなのは、まああってもいい商売なのかなとは思いますけどね。うん、ね、うん、桜挿入で結構差別するのすごいですね。でも逆に女の人が男の客を、ね、狙うこともありますよ、占い学校みたいな講座とかってやったりとかする、男の人がそういうのに来たりする時もあって、うん、私があのとっておき の, あの占いの奥義を教えてあげるみたいな感じで近寄って、腕組んだりとか、なんかちょっとここ口とかをふーとかってこうやるとか、欲求不満のおばさん占い師とかもいっぱいいるし、いいな。今度はどうしていきたいですか。いや一応今はあの占い批判家って施設側面を持ちながら占いを教えてるわけですよね、ま、今はもうでも素晴らしい教えを残してくれたんですよ、師匠が。でそれは埋もれさせちゃいけないし伝えていかなきゃいけないので、最近はもう開き直って占い師ですってもう名乗っちゃってますけどね。説明が難しいから。で占い師としてとりあえず今後この50歳以降は頑張っていこうかなって感じですか。まあしょうがないんでしょうね。いい相談に乗ってあげるっていう意味では別にいいですもんね、うん、そう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 、冷静に評価できる人ばっかりじゃないですかね、自分のことって。なるほどね、うん、第三者の方がちゃんと分かるっていうことはあったりするので、なるほどね、あの吉祥寺のお店でやってたりとかするんですけど、1万2000円ぐらいいただくんですよ、1回で、1回で何分、ね、無制限。まあ、だけど大体3時間ぐらい喋ってきますけど、1時間20分3時間ってすごい時給って考えてると高いっちゃ高いけど、まあまあ、でもほら介護福祉士レートで考えてるから、1日1人お客さんが来て1万2000円もらえれば、まあ、増やしていけるか。そう、別にバイト1日したのと同じぐらいだもんねみたいな。なるほどね、うん、でそれであとほらあの講座で授業やってそれもお金になるから、そうね、うんうん、そうそうそう。ご結婚は考えたんですか。あ、実はね子供もいるんですよ。あ、そうなんですね。この今みたいなあの占い暴露とかやりながらあの家庭があるんですね。家庭があるって。そうか、それはそうですよね。そうだから旦那が大変だと思うんですよ私は。ああ、なるほどね、うんうん、自分一人であの稼ぐだけじゃなくていいんだったらいいですよね。そう
ですね。師匠のおかげでしょ、本当に。もうね、反発して飛び出した。師匠は天国で何を思ってるんですかね。いや、まあ、いたとしたら仮に。恩返しをしなきゃいけないから、あの恩返しのためにニチカちゃんは師匠の名前を叫び続けるしかないんですよ。あ、そうかそうか、あなたのおかげで今食えてます。そうだから新しい星占いとかも作りましたけど、あなたの教えですよ。ね、だから私の講座を受ける人はみんなのまず私よりこっちに礼拝してくださいって。こっちが教祖ですから。一時は批判をしたけどもね。いや、でも先生は批判して。そうかそう、先生はずっと一貫して。先生は尊敬はずっとなんですよ。ただ先生が教えてくれる占いがあまりにもちゃんと学者がちゃんと教えてくれるようなちゃんとしたことだったのに、世の中に出たらひでえ占いが山のようにあるから、それでギャップ怒りみたいな感じ。はあ、なるほどね。そうまたあの、私のあのデイリー星占い、また皆さんよかったら見てください。ツイッターでやってますんで。さっきの話それ見たいと思わないですか。いやもうそう、あの逆に興味を持ってる。そう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。3月18日第6チャンネル広島トークライブ開催決定。前売りチケット販売中です。終演後オンラインサロンメンバーとのオフ会もあるので、ご興味のある方入会お願いします。そして広島での出演者も募集しておりますので、概要欄に書いてある方法でご応募お願いいたします。2023年内に200万人突破を目指してますので、登録してない方は登録、登録してる方はご家族ご友人におすすめお願いいたします。よろしくお願いします。